注意してください。
していいですか。いいな。はじめさんのコメント、義手はイリューシンじゃなかったですか。あ、違いますね。アリューシャンでした。はい、場所は美瑛町です。ナットレスタイヤですか。いえいえ、夏タイヤです。美瑛町、十勝岳温泉ですね。正確には美瑛町でないんですが、美瑛町って言ったら皆さん分かりやすいかな。はい、はい、お母さん雪かきしてます。一生懸命、これお母さん雪かき一生懸命してます。お母さん雪かきを一生懸命してます。はい、そしてこっちの方ですが、右側の方ですね、埋まった建物を掘り起こそうと重機を出してます。はい、ここね、スーッと降りていくと電波なくなります。本当にこの温泉だけしか電波がないんです。はい、この下ですね、見えるかな、白樺の木があって、その合間から街が見えるんですが、はい、ここが中富良野ですね、上富良野かな、上富良野町です。ずーっとあの十勝岳という山の方に上がってきてます。はい、あっち島でない、こっち島ですね。はい、美瑛というと皆さん畑と丘ぐらいしかイメージがないと思うんですが、まだまだこんなに雪があるんですよ。こんなところもあるんですよ。はい、こんな景色は今しか見えません。皆さん夏に観光客たくさん来ますけどね、その頃にはこんな景色はもう見れません。はい、1分になりました。これは珍しい画像だ。はい、珍しい画像をお届けするのがこのコミュニティの使命ですから。親の見合いは大好物。ヘナンチさんのコメント、どうやって復活したの。うん、今日は5月19日ですよね。そうそう。まだまだ。はい、じゃあどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。この続きはですね、後ほど動画を編集して、再放送します。この後がありますのでお楽しみに。
どんどん加速していってしまいます。
入れるみたいね、入れるみたいね。お客さんが、お客さんがいるのかな。入れるようです。なんか紙に書いてる、なんか紙に書いてある。読めない。あら、コインティーバス来た。あれ、どっから戻ってきたの。よいし
孤立しちゃうようなことがあるんですけど、最初あそこに温泉を開いた人はすごいよね。道路も何もないところにこうやって材料を運び込んで、作ったんですからね。数分で十勝岳展望台に到着します。はい、ここから美瑛町ですね、中富良野から、山を登って美瑛町側に下るコースを走ってます。スキーヤーがいたりしますね。自動販売機は売ってないんだろうな。また山を降ります。電波がなくなります。なくなったら終了です。
身体検査されてましたね。これを右に行くと大雪青年の家っていうのがあって、高校生の時、それと中学生の時合宿で行きましたね。電波がなくなります。宇宙人発見。宇宙人発見ですね。つがいの宇宙人ですね。なんかね、大陸の方から来た宇宙人みたいですね。
そうだよ、私もよく言われる最後。
奥雪じゃないですよ。どこに雪あります？雪なんかないです。ここはあのマウイ島ですから、ハワイの火山灰じゃないでしょうかね。さあ、また移動しますので映像がプッチプチになります。素直なリスナーさんに恵まれてるな俺は。穴開いてんの？穴直してんの？うわ、本当だ、でっけえ穴開いてるわ。あらららららら。そうそうそう、そうです。多分あそこの今の穴からマグマが出てたんでしょうね。穴開いて直してますよ、これさ。日系3世ぐらいですね、今の人ね。
前枠ぐらいまではね雪が映ってましたから、背より高い2メーターぐらいの雪が積もってるところも走ってきましたよ。今までだって北海道はのストーブつけてましたからね、金土日の3日間ものすごい寒かったんですよ。で金曜日の夜は、金曜日の夜から土曜日にかけてはあちこちで雪降りましたからね、峠は通行止めとか。今日は3日ぶりに暖かくて札幌で20度と言われてますが、先週はあの最高気温30度近くまでいたところねあるんですけど、まだまだ北海道は今ぐらいの時期はあの気温差が激しいので、うかうかしてるとあの寝てる間に風邪ひいちゃいますね。
もう観光客来てますね。この辺はまあ観光名所というかネットに載ってるようなスポット、レンタカーの割合が7割ぐらいですね。ラベンダー7月ですね。今年はちょっと雪が少なくて暖かくなるのが早かったんで、1週間から10日ぐらい早く花類が咲いてますから、7月の中旬かな、7月の上旬から7月の中旬でしょうね。ラベンダーは下旬になるともう枯れちゃってダメかもしれませんね。するんでしたら新千歳空港からレンタカーか何かで来るよりもこっから車で美瑛ね、美瑛から15分ぐらいで旭川空港があるんですね。まあ羽田大阪もあんのかな、羽田大阪とか本州の主要な空港からだと飛んできてると思いますので、旭川空港で降りてレンタカーを借りてぐるっと回ってにゃんこの目とか、そんな感じでいいんじゃないでしょうかね。
そこに売店があってですね、あそこに売ってる揚げ芋は美味しいです。揚げ芋というとよくみんな中山峠ね、北海道中山峠の頂上で買う人がいるんですが、昔は美味しかったんですね。揚げ芋としては先駆けで、まあそれをどんどんみんなが真似してという広まっていったんですけど、その中山峠の揚げ芋を最初に作ってた人が亡くなっちゃってね、でレシピを真似して、今の揚げ芋というのは売られているんですが、全然違うんですよね、味がね。芋の種類も違うのかな、なんかもう芋がべちゃっとしちゃっててね、美味しくないんですけど、そこの坂の上のピラミッドのところにある売店の揚げ芋はめっちゃ美味しいですね。芋がホクホクで値段も安いです。もし揚げ芋を食べたいんであれば他のところで買わないでちょっとここの揚げ芋は食べてみるとどうでしょうかね。今ちょっとこれから観光ポイント回るんですけれども、まあ本当はね生でお見せできればいいんですが、起伏が激しい丘なので電波が強くなったり弱くなったりするんですよ。で、農家が点在しているような場所なので基地局がそんなに多くないんですね。家があるわけではないので、ですから、しょっちゅう電波が止まるので、とりあえず生配信は生放送はしませんので申し訳ないですが今日はいろいろと、VTR を回して録画はしてありますので、そのうち電波のないところの映像は再放送枠としてやると思います。はい、ここ左側ですね。ここ左側がカルビーのジャガイモの貯蔵庫です。コミュニティバス止まってます。田川陽介乗ってませんか。エビスさん乗ってないかな。はい、美瑛の丘に入ってきました。お土産屋さんも終わっちゃってるし。